Hey yo, what's going on everyone? Welcome back to more Monogatari. This is probably the only anime series I'm gonna do. I love anime, but again, sometimes it's not successful on the channel. Actually, it's never been, except this series, kind of. But it's one of my favorites ever, so regardless, I was gonna post it. So if you guys really enjoy this type of stuff and Monogatari, subscribe, like, let me know. And also let me know if there's any other anime series you want me to see. Again, I've seen just about every one of them, so it's going to be kind of hard. Also, we're doing My Little Pony. We're doing Steven Universe. SpongeBob. We just had that happen. So if those things interest you as well, subscribe. Ask for more. Ask for different stuff. I don't know. And support on Patreon. Over there we get the full versions of basically all these series. Monogatari, I don't really put them on there for full version, because YouTube is kind of the outlet for that. But if you want that, still just let me know and I'll adjust and do that over there. Alright, let us get to it. This one doesn't say the episode title, so just episode 3. Episode 3, Monogatari. I don't know. Go! Got a little nice continuation. お悩みのようだね、仙国ちゃん。なんだったら僕が代わりに中に入ってきてあげようか。いえ、結構です。でもまあ、ここで物させてもらうよ。不安しかありませんが。じゃあ、レッツゴー。こういう風にして、私は実に半年ぶりに投稿したのでした。Oh, what? Is this... Oh, what? Is this like the... Yeah, the, the iconic OP, the fourth one. It's like part two. Same artist, I'm pretty sure.Oh yeah, all the clones, yeah. Ooh, nice key. This is a banger. Nice little OP reaction, kind of. It's part two, yeah. Let go drop part two. その後に待ち受けていたのは、なんとも意外な展開でした。まず、コーナーに逃げ込んだナデコは、一番目の大人デコではなく、二番目の小びナデコでした。私がスケッチブックに書いた時点露出の多いキャミソールを着せていたはずなのですから、どうやら着替えたようです。限られています。おそらくは逃走後、どこかで合流した大人デコと交換したのでしょう。一番ネクラな大人デコに対して、強行に衣装の交換を迫ったならば、出なかったでしょう。さあ、意外な展開の二つ目。そのこ問題だったのです。まずいですね。終えた生徒たちや先生方に目撃されてしまう恐れがあります。普通に考えたら学校に来た彼女は当時のクラスに行きますよね。でも私が2年生の頃所属していたクラスはてしまいました。もっと言えば嫉妬さえしました。普通で通り一遍で。
cookie cutter. Jupa, ひとからげの女の子。でも、それがひどく輝いて見えました。欲しいくらいキラキラでした。目がつぶれそうです。あんな楽しそうで。させている自分、見てられないです。じゃあ約束。今が幸せだったら。というのは、一つの真実なんだろうね。不平不満があるから夢も希望も。目標を達成して出世して偉くなって満たされることが目的だっていうのなら、今を捨ててストイックに努力しても、ぬるま湯の中で結局同じなんじゃないかってわけだ。もっとも、あれはあれで刹那的だよ。ぬるま湯はいずれ。今はいいかもしれないけれど、将来への不安はどうしたって隠しきれないだろう。That is true. 将来というのは、彼女には君の姿が見えている。Nice. 向こうから見れば、夢を追って努力をしている今なでこの方がキラキラ輝いて見えることだろうさ。だから戦国ちゃん、君はさっさとあの式神の始末をつけてしまうべきだろうね。ああやってクラスメイトのためにもね。そうでした。それが本筋です。式神とはいえ、あくまでも神は神だからね。その中でもお前にもできの白紙のページを切り取って持っていくんだ。それを式神たちに直に叩きつけて折りたたむように、なでこを紙の中に戻せばいい。三次元から二次元に。あれ、人の壁を作ってるようなものじゃないですか。生まれたてだから自意識みたいなものはほとんど持っていないようだけれど、あのコビナデコちゃん、成長したら結構ハードな怪異になりかねないんじゃない。yep. あ、なんだかな、これはもういっそのこと、私が消えた。Jealous of your own paper creations. 偽物そのものなんだろうな。Versions of yourself. でも、そうなら、それでもいいじゃないかなって。No, it's not you. Oh, damn. I love this tone change.恥ずかしいことしないでよ。恥ずかしい。嫌だ、ポスター。でも、ちょっと、ちょっと、ちょYeah, right. A little bit weird because that's how they see you. Haha. 何か嫌なことでもあったのかい？私の顔色が冴えない理由は、扇さんに振り回されたから。で、コビナデコと対面した時に抱いてしまったあの劣等感こそが理由の大部分です。そんな恥ずかしいこと。コビナデコの最後の言葉。私はそれをとっさに突っぱねることができましたけれど、okay, nice. So、she did get her. あんな虚勢を次も晴れることとはいえ、やっぱり荷が重いですね。失礼。Hey, come on! ええ、ちょっと今日は
一身上の都合でお休みしていまして。え、701中学校です。ください。ん、もしもし、私です。戦国なでこです。おお、戦国ちゃん。 Hey, it's been a while since I've seen her too. Actually, I remember I was reading the light novels. I actually liked her more in there than I think in the show when I first watched it.ございました。たないが、礼には及ばないぞ。当たり前のことをしただけだ。そのカンバルさん、変な質問なんですけれど、今日どこかで私を見かけたりしませんでしたか？ん？いや、そういうことは。はあ、でもそういえば、それは戦国ちゃんとは一切関係のない事案だと思うんだけれど、上半身前髪の長い女子中学生の姿を見たっていう報告が街中のあっちこっちから私のところ。No God。バッカモン、そいつがなでこだ。面白すぎ。手ぶらで街ぶら？やめてください、大人でこさん。あなたには将来。私があるんです。今回の場合、目撃情報があっちこっちとのことです。月日ちゃんだったような気がします。 No, the song though. 去年の10月頃、つまり私が口縄さんと絡んでいた頃、この町を去っていったあの育ち、そらいち凱旋していたというような噂が。 Oh, okay. He's a character, I believe, right? 何が、 I remember seeing her at all. あんな広いいじめ、ちゃんと声を上げなきゃダメよ。育ちお姉ちゃんこそこんなところで何を。あ、ごめんなさい、育ちお姉ちゃんなんて昔。 Oh, I love the song background, man. いいわよ、そんなの。ああ、私はね、なんだかうまくなじめない。Yes. 高校1年生くらいの頃だったかな、よくこの公園に来ていたのよね。Really? 戦場ヶ原さんの家の近くで。ああ、They're friends? 戦場ヶ原さんって言っても、ほぼ殺し合いになりました。神なでこ時代ですね。But I haven't seen her in a long time. When am I gonna see her? あ、あの、育ちお姉ちゃん、じゃなくて、おいくらさん。おいくら。育ちお姉ちゃん。うん、まあ大学に入るときにね、イメージチェンジしようと思って失敗したけど。I feel. それよりヘアスタイル。Yes, he changed too. 状態から服を着たはいいけど。Man, I love that song. That was so good. 今気づいたけど、その頭一体どうしたの？そうでした。今なでこは自分では見えないくらいのベリーショートです。対して大人でこは前が着衣をしてきただけでなく、散髪をしてきたということになるのです。そんな虎狩りにされて、私の経験も踏まえて言うけれど、泣き寝入りだけは絶対ダメ。大丈夫、いじめられてないです。そうなの？じゃあ、あの格好での。You want to? 好きでやってるの。そうなんだ。あれ、好きでやってたんだ。まあ、人にはそれぞれ趣味ってものがあるものね。なでこちゃん、なんだか変わったわね。え？いえ、自分が小学昔のなでこちゃんってもっとこう、ほら、あれだったじゃない。濁しましたね、優しさで。でも言いたいことは伝わりましたよ。あったのか知らないけれど、そこまで自分をさらけ出せるようになったのは成長なんじゃないの？私はそういう風には成長で The piano's again. できなかったな。大学を受けてみたり、髪を切ってみたり、一人暮らしを始めてみたりしたけれど、結局私は私のままだもの。ぐるぐるま何もしていないのと同じよね。
育ちお姉ちゃん。I relate to her. 今、学校全然ないんだけれど、クラスでめちゃくちゃなトラブルがあって、やらかしちゃって、それで行けなくなって。そう、ひょっとして聞いて。だったらその通りよ。私もそんな感じだったわ。だから大丈夫よ、なでこちゃん。ここで会ったのも何かの縁だから、この私に行けなくなったくらいでは、人生は終わらないわ。そう。So twinkly. 本当に終わらないの。全然終わらない。続くんだろう。Man, so, ah, so poetic. ひょっとしてなでこちゃん。I have some goosebumps. I don't know why. 親に何か言われたの？うん。高校に行かないなら働きに出るように言われたの。就職。でもそんなの無理だし。Oh, I like that. That was like a push and a swing, and then it was like, I need to get a job where I need to. Yeah, no, it was like a nice. It was great. そうなんだ。どうしたらいいのかわからなくなって、その結果露出行為に走ったり、髪の毛を引きちぎったりしたんだ。自戒を込めて言うわな。誰のどんな意見でも本気で受け止めちゃう中学生だったけれど、些細な軽口や他愛のない冗談を聞き流せない方だったけれど、正直今でもその傾向は否めないけれど、それが働けなんて balanced okay I love that じゃないってこと？そうとは限らないけれど、無茶を言ってなでこちゃんをこまやかしたいなでこちゃんに厳しいことを言って自分を罰しているつもりなんじゃないのかな。自戒を込めた次は自分のことを棚に上げてアドバイスさせてもらうと、その厳しい意見が親に、okay. しまったことを今は密かに後悔しているかもしれない。Damn. 働けって言っているけれど、本音では高校に行ってほしいと思っているのかもしれない。ね、その言葉に Possibility. でないと絶対服従のごとく言うことを聞いているのに、なぜか相手が不愉快になる一方という展開になりかねないわ。Yep.こちらとしてはいい思い通りになっていないと考えているとしたら、そんな悲しい関係はないものね。Yes. 大丈夫なのよ、なでこちゃん。Communication. 将来自分がどうなってしまう。What a good time, man. 何くらいは慣れるから。Yes. You can. だから安心しなさい。See, sometimes this show is also like a therapy session, you know? A little insight. Hit close to home sometimes. Nice. We got like a little. I don't know. This is a nice little friendship. Little sensei pupil situation. Oh, God. Advice の他にちゃっかりヒントもいただきました。あのままもう少しおしゃべりが続いていたなら、ひょっとするとそこに。それが暗黙の了解であるかのように、ある共通の知り合いの名前を出しませんでした。迂回に迂回を重ねて、の話ではフラフラする大人で子の目撃証言はあちこちから上がってきていたそうです。やはり目的意識。This is interesting background we're using here. I love it though. Experiment this way, yes. 解釈だとすれば、第二の解釈は。本当は行きたい目的地を避けようとしているがために
結果、そこ以外の場所を半裸で徘徊しているかのように見えるという解釈。And I just got it too. Like her going around, finding herself is in essence helping her sort of reflect and know about herself, even this current version of herself. I'm so dumb. Of course, that's what it's doing. Oh! No! Next episode, we'll get him. So, is it the ED actually? I don't know anymore. But what I do know is that the episode is done, and we're just continuing off of the last episode with Sengoku. They're looking for the other doppelgangers, paper clones. I think they found one of them, but we still have four more to go. And yeah, the first one was the flirty one, but she was disguised in the school outfit. But again, she saw how radiant, how expressive, open, social it was. And again, it kind of made her feel as if, oh, they like it, whatever. But again, that's not her. So I really like how this whole thing is just kind of going along. It's sort of like a reflection on her entire character and just sort of this new version of her. Because this new version of her has a lot of pressure with her parents. But then we meet Sodaichi, I think that was her name. She was like a somewhat older sister, like a sensei for her. She left when all the crazy things were happening. But then we also know that she also has some insecurities and problems where, you know, she goes to college, but she also has failed in that completely, or she says she's failed. So they kind of come together to try to find one of the clones, but it kind of ends up being this more therapeutic session between the two, because they also tackle more of the issue of how her stance are with her parents. And that's the kind of miscommunication, because she thinks it's like a forceful thing, or it's forcing the hand. But she kind of brings nice insight to it. Also nice design, she's all right. She has somewhat links to Shinjuhara from what we saw. Maybe my memory is really, really, really bad, and she's a common character that we should know by now. But I just really forgot about her. So to me, this is a new character. But yes, this was a very poetic episode, as almost all of them are, to be honest, because I really think that last sequence of them talking, it was just really beautiful. It was not like, I don't want to say it's cathartic, but it just felt really good, and it was satisfying. And again, maybe sometimes those things hit close to home a little bit, and you're like, all right, you know, maybe it hits you harder that way. And the end there, we got a little teaser of who's to come, so that's exciting. Oh, and Kambaru, we got a little bit of her this time around. Not the biggest inclusion, but, you know, just a brief, here you go. So overall, a successful episode, and I'm excited for the next one. And I hope you guys are as well. So if you are, like, subscribe, do those thingies. But I think that's going to be it for me. So thank you guys for joining me, and I will see you when I see you.